TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様、こんばんは、ヘイテンくんでーす。本日は、なんと初上陸、宮城県でございますね。宮城県宮城郡、リフ町、カルトさんに来てます。もうね、前回連敗の時に、北へと、新潟の方に行ったらね、見事勝利を収め。もうね、北はね、いい匂いがする。うん。多分ね、今日も勝てると思うんでね、早速、行ってみたいと思います。牛タン、やってきました。カルトさん。それでは早速、時間もないんでね、店内のデータの方を見てみたいと思います。スロットコーナー、お、ここは5円スロットですね。20スロはこちら。こちらということでね、時間もないし、想定の件があります。サヤムジャグラー。お、新鬼武者もありますね。エウレカセブン。マジハロー。絶対衝撃。いろいろあるね。さあ。お、これ。167。167分の1ってこれ。いいよ、かなり。数字的には。いいね。あ、もう時間もないしね。早速。今、もう40分。もうね、時間ないから。このエウレカセブンで、エウレカセブンで大好きだね、行ってみたいと思います。それでは早速公共支援エウレカセブン行ってみたいと思います。今日は勝っちゃうよ。あー、いいね。やっぱエウレカは久しぶりだね。えいえい、時間もないからね、なんか熱い演出を起こさないと。残念。追加投資したいと思います。やばいよ、やばい。追加投資、時間あるか。まだあと2分ある。追加投資したいと思います。まだ時間あるのか。あれ、50分だな。なんかみんなあんまり慌ててねえな。すいません、ここって営業時間何時までなんですか。11時半になります。11時半、はい、11時半11時半になります。あと40分ある。 あと40分あるんです。あ、終わりました。やべえ、時間間違えた。どうしよう。うっちゃうか。あと40分。ヘイテンくんだからな、俺な。特別企画、ロングバージョンでお送りします。いいのか。許されるか。そうか、宮城県は11時半まで営業してるらしいですね。えい、あー、あ、これ、あ、危ねえ、目押しミスするとこだった。お、やばい。もう一丁行ってくれ。行ったフェル。ビッグモーダー、やりました。それでは楽しく行ってみたいと思います。いやー、いいねー。もう一丁、えいえいえい、ダメだね。まあそれはねえか。時間もあるんで、このまま打っていきたいと思いますね。頼むよ。お、プッシュボタン。あー、はい。おー、見せるね俺今日。俺見せるね今日。おー、あー、リーチ目じゃないね。ART よりかは赤な長い。
来ました来ましたやべえ今日楽しい、ま、だかえいボランドと接着やったービッグボーナス嬉しいやべえ今日見せてる俺カルドさんいい店だね、うん、いい店だいやーねーサミいいの作った頼むよよし頼むえいよっしゃー気持ちいい気持ちいいねーあー乗ってきたよこれレア役来たこれですよこれですよレア役ですよドーンだーだーおはいゼロだやった払い出せない俺は今勝ち取りに行くんだ行くぞ勘違いしないでやったビッグボーナやばいね今日はまだ時間もあるしねまだ時間あと19分ありますなんだ運転せおー来たあチャンスビかお地球救援お願いこんなところじゃもう終われないのよレントン赤の中やったやったやっ やったダーンやったすげえやりましたおーなるね今日はもっとなれ来ましたもういいや別に取り切れなくても楽しけりゃいいんだよそれでパチソロだから楽しいのは来たはい来た楽しいよーやったねもうすごい来ちゃうよもうガンガン行っちゃうよもうあれがあるからね気持ちいいこの音楽あ、白で白です白あ、わかりましたリプレイ、あ、来ちゃったベなんでベルじゃないんだよベルの方がいいだろお前まあいいか残念、あ、外れだ外れ出ましたよかったいいねこの気持ちいい音楽を聞きながら終了もうね外れも出るし LT 防衛確率も159分の1ですよすごいあどうもありがとうございますお願いしますよっしゃ992枚でございまーすはい実戦終了実戦終了やったーマジね時間間違えてよかった今日はもうね、関東だと10時半から入って、だいたい10時40分とか50分で閉店なんですけど、そう思って入ったら、閉店時間が11時半ということでね、まあ、特別編、まあ、勝手に特別編にしちゃいましたね、今回ね。なんと投資が4000円で、なんと992枚で、19,800 円になりました。プラス15,800 円です。やったやったもうね、視聴してる方からね、お土産もいただいたりね、もう宮城県最高ですね。宮城に引っ越すかなで、もうね、協力していただいた、ここ、パチンコカルデさんの宣伝をちょっとだけ、ですね、もう、ここはですね、パチプラさんのイベント、プラスダッシュマンとかね、あともう、激安イベントを毎回開催してますんでね、もうちゃんと今日も見てわかる通り、もうね、20ストローのエウルカにもう、ロック使っちゃうね。もう素晴らしいお店なんでね。ぜひぜひ、近隣の皆様はね、こちら、カルトさん、リフテン、来ちゃってください。今日は、勝ちました。次回も頑張ります。それでは、引き続き、応援の方、よろしくお願いします。次回も、勝ちました。